んなもんか。試合開始のホイッスルが近づくにつ れ、 まだこれはサポーターの熱気がスタジアムを包み込んでいくようです。うやるこ、この熱気は選手にも伝わっているでしょう。オールドトラフォードからお伝えします。でもいいかなと思ってやらないかもしれないけど、細かくやった方が結果は出てくる。降りそぼる雨のオールドトラフォードでは悪天候に負けじと声援にも熱が入る。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。ちょっと知らんね。あれだ、荷物だな。さあ、この茶飲みたくねえだろ。この茶に釣られてもう茶好きそうじゃん、これもう。いかにも茶にうるさそうだもん。行くでしょ。ダメかよ。ダメだろ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 。編成の商品。アイテムか。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。4-5-1のフォーメーションです。このトップの選手は攻撃の鍵を握ります。こいつはね、女性キャラに弱い。そして行きますって顔してるでしょ。行かないんかい。ごめん、貴様の左手は偽りか。もう開け開け。だけどこのブースで買ったんだろう。いけるな。ご覧ください、選手の表情、ね、長いシーズンの集大成、チームも選手も詰めかけた多くのサポーターたちも喜びを爆発させています。みんな嬉しそうですね。でもなんかシーズンの間チームとして成長し続けたことが最高の結果につながりました。すでに優勝を決めてはいましたが、ホームのサポーターの目の前で報告できるのは嬉しいことですよね。さて、キャゼルの引くか。さあ、リーグを制した選手たちがピッチに特設された表彰エリアに集います。待ちに待ったプレミアリーグトロフィーを掲げる時がやってきました。これが出た舞台で判断する。このトロフィーを頭上に掲げることができるのはわずか1チーム、ほんの一握りの選手たちが勝ち取った権利です。この特別な時間を存分に味わってほしいですね。ここから攻めるで、勝利チームを見に来たサポーターたちもこれは嬉しいですね。もちろんですよ。ヤンマでよ、ヤンパスがここに選手たちが優勝の証を手に、多くのサポーターが詰めかけたスタンドに駆け寄り報告します。選手とサポーターが互いを称える素晴らしい光景ですね。サポーターは今日だけではなく長いシーズンの間チームを支えてくれました。この優勝はサポーターにも特別なものになっていますね。内装が長いゲームがありますけど、そして最後にタイトル獲得の記念撮影です。選手の顔から喜びが溢れています。いやー、どの選手もテンションが上がってしまってじっとしていませんね。出来上がった写真が楽しみです。さあ、前半開始、マンチェスターユナイテッドがボールを動かします。前に運んでいます。失敗する可能性が入ってきたぞ。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。ゴールの形が見えたかユナイテッド。
ですね、新型 PL 切り替えがね、絶好のチャンス。得点のキャラだけはそうなんです、どっちもあるんです。このゴールでマンチェスターユナイテッドのリードは2点に広がりました。つまり主人公級なんですけど、ただ配信はね、キルヒアイスとユリアンが配信終了しているのでちょっと入手ができないんですが、どうだ、このワインハルトとヤンに関しては3点目の無料ダウンロードコントリックとなりました。勝手に帰属してくるので無料で、なのでヤンとワインハルトに関してはディフェンスが体に当てています。ゴールキーパーがなぜかゴールを開けていましたね。しかし落ち着いて得点も奪いました。あれも先導出した今、いやとりあえず今チームにファインして、今出てくるけど中央にクロス、審判もね、このチャンスは生かせません。今まで味方の位置を確認する、すごい今この人を取るんだ、いいパスだ、それとこなかったっていう10番決まった。イライデッド何の右側を先に狙いたい、そのことができない、非常に嬉しいです。キーパー素晴らしい。